はい、今回トヨタ新型ルーミに関する最新情報、追加情報が何点か入ってきて、長さのデザインとスペック類で装備関連と価格、たたじきについて紹介していきます。去年12月下旬にですね、ダイハツが不正問題が発覚して、まあダイハツトールの OEM 社がルーミーですからね、ルーミーも発売時期が延期してきて、現行が初代としてですね、新型車として登場したのが2016年なんで、もう今年で8年目なんですよね。11月9日に発売を開始で、前チェーンするのも遅くてですね、大体の車種は3年後ぐらいで、マイナーチェンジするのが4年後。2020年9月15日にビッグマイナーチェンジ。まあ、この時ですね、タンクがルーミー統合して、ルーミーの標準車がマイチェン前タンクのみたいですね、デザインで。だからもう、マイチェンしてからもですね、4年目となっていて、直近だと去年は一部改良実施することなく、もう去年の4月には海外向けの車だったり、5月からですね、ロッキーが、ハビットの方が不正問題が発覚して、出荷停止になったりとですね、ダイハツに関してはもう去年後半以降一部改良とかもなかったと思うんですけどね、新型ムーブとかも6月か7月に発売予定だったのが発売延期して、で、ルーミー直近2年前、9月1日に一部改良、メイクアプション、コンフォートパッケージにナノ EX を追加で、ボディカラーの編成もあってですね、新色としてブリリアントカッパークリスタルマイカ2トン仕様もですね、廃止になって、で、2023年の累計販売台数ランキングがですね、判明して、2年前が4位だったのが5位にランクが落ちて、まあそれでも売れてますよね。販売台数もそこまでは減ってないですけどね、10万800台。で、ソリオ、ライバル車もですね、販売台数判明して18位。ソリオは2年前、2022年と比べたらですね、3ランク落ちたんですけどね、販売台数自体は伸びていて、47,983台ですけど、倍以上ですね、ルーミーの方が売れていて、で、新型ルーミーに関する最新情報として、新型ルーミーは、ダイハツの新生プラットフォーム、DMGA を採用して、去年は DMGA の新型車が登場しなかったんですよね、確か。最近だとキャンバスだったと思うんで、基礎性能がアップし、最新技術に対応して、デザインの方が、カスタム青型フロントグリルとシャープなデザインのヘッドライトを採用することにより、押し出し感が強く、よりスポーティーで、アグレッシブなデザイン。で、ノーマル車はダイナミックながらも、幅広いユーザーに適した、比較的エモワなフロントデザインを形成して、で、カスタムの上級グレードには、シーケンシャル、LED フォグランプ、パワーバックダを装備。で、インテリアは、左右に貫く基本骨格を軸とした水平基調のインパネを採用し、抑揚な上質な質感、使い勝手、収納力の3つをバランスを両立したデザイン。ノーマル車に関してはトイコット、ファブリックシートを採用し、リビングのような心地よさを提供して、で、カスタムのシート表皮は剛性比較、メイクアプションで一部レザーシートを採用し、大人のこだわりを感じるシックでクールなデザインを提供して、で、室内空間がですね、まあ、全長ホイールベースの延長、低床フロアの採用により、ラッケッジと剛性空間ですね、が拡大して、で、装備面ではハンズフリー、オート開閉サイドドア、バックドアをメイクアプション設定、ベースか中間グレードには9インチスマホ連動式、ディスプレイ容量を採用して、メイクアプション。で、10.5 インチのディスプレイ容量が上級グレードに装備、他のグレードに関してはメイクアプション設定、スマートデバイスリンク、Apple CarPlay、Android Auto に対応して、電動パーキング、オートブレーキ機能ですね。磁気型に関してはノーマル仕様にも標準装備となって、ダイハツカーサンレシート7人乗りのですね、コンパクトミーバーの発売情報があったのが、まあ、商標登録もされてますよね。ロッキースペースの名前で商標登録済みなのが、もうこちらも不正問題ですね。発売が延期っていう情報で、で、スペック、上が2代目新型ルーミー、下が現行初代ルーミーとなっていて、
新型全長 3m78cm、 シャーバ 1m68 の全高 1m74.5cm、 現行比全長 3m70 なんで 8cm 延長して、でシャーバ 1m67 なんで 1cm 広くなって、現行全高 1m73.5 なんで 1cm ですね高くなって、ソリオとかと比較してもですね、まあ、トール、ルーミー、ジャスティは車体サイズが小さめとなっているのが、延長することによってですね、まあ、走行安定性能とかも良くなって、車内空間が広がって、ホイールベースも延長して 2m50cm で、最小回転半径 4.6m か 4.7m で、タイヤサイズ 165-60R14 インチから 175-55R15 インチアルミ、さすがに廉価とかに関してはスチールホイールだと思うんですけどね。でエンジンが3つ、直産1リッターのガソリンエンジン、69馬力 9.4kg で、2つ目が直産1リッターターボエンジン98馬力 14.3kg で、前から言われている e スマートハビットが3つ目、直産 1.2 リッタープラス電気モーターで、直線 1.2 リッター電気モーターって言ったら E パートと一緒になってきますかね、日産ですね。エンジン82馬力 105Nm 10.7kg、 モーター106馬力 170Nm 17.3kg、 まあロッキーと似たような車格なんで、スペックとかも同じ可能性が高くてですね、まあ5ナンバーのコンパクトカーってこともあって、システム合計で120馬力 1.8 リッタークラスのガソリン車に匹敵して、でアクセル操作のみで加減速が可能なスマートペダルですね採用して、ここら辺も日産とよく似てますけどね。で最新燃費ガソリン車肉の方で 18.4 か 20.2 キロパーリッターに、でターボが 16.8 か 18.2 キロパーリッターに、で新しく採用されるハビットですね、一部情報だと30キロパーリッター超えてくるんじゃないかっていう情報もありますけどね。まあ、27.8 キロパーリッターで、トランスミッションがガソリン車が DCVT で、 e スマートハビットが電気式無駄変速機で、駆動方式が2気筒4駆、カスタムとターボにですね、現行に行くしかなかったのが新型では4駆を追加へ、で安全運転支援機能に第4世代のスマーシを標準装備、新型ワイドステレオカメラ、車体前後コーナーセンサー、フロント4つ、リア4つ、接近お知らせ表示付きもですね全車標準装備、まあ現行以上に探知距離とか対応速度の向上を実現して、で機能類が衝突回避支援ブレーキには夜間歩行者探知、追従認証に探知して、で電動パーキングとオートブレーキホールドのですね採用によって全車速のクルコン、カーブ抑制機能、付きレーンキープ、車線圧抑制機能、先行車発進を射す機能、パナミックビューモニター、AT 誤発進抑制機能、ブレーキ制御付き誤発進抑制機能、サイドビューダンプ対応式アダプティブダイビングビーム、標識認識機能、で、ブラインドスポットモニターですね。まあ、さすがに一部メーカーオプション設定だと思いますけどね。で、車用価格、現行ガソリン車のみ、ターボを含めてですね155万6500円から210万円っていう、現行車を買うから新型車、ガソリン車の方で163万から218万、ターボ含めてですね、でイースマットハビットが、まあダイハツロッキーを参考数に限りですね、ガソリン車より30万近く価格高めなんで、まあそのダイハツのトールの OEM 車ってこともあってですね、まあ、トールとルーミーとジャスティ若干値段違ったと思うんですけどね、まあ、似たような参考になると思うんで、まあ、ガソリン車で30万ぐらい高くてですね、ハビット193万から249万ぐらい、まあ、最上級でも250万切ってくるんじゃないかっていう情報ですね。で発売時期、もう今年の今頃にはもう発売してるっていう話あったんですけどね、ムーブでももう発売予定だった日からも半年以上が過ぎて未定になってますからね。まあ新型ルーミー早くても夏、遅かった下手したですね、まあ今年の秋冬2025年の可能性はなくもないと思うんですけどね。
まあ、全体的にもう半年どこかも1年以上延期してきてますからね。まあ、トールの OEM 社ジャスティとかアットアルーミンをですね、発売する可能性が、発売延期する可能性がですね、出てきて、はい、今回トヨタ新型ルーミン関数最新情報として長さのデザインとスペックで装備関連と価格と発売時期について紹介しました。